さあ、これでマルチインフェルノのところまで兵器でぶっ潰しつつ、これはウォールブレイカーがクランジョにくっついていったので、もう勝ち確くヒールと出来上がりでございます。チェキラダムテチュンです。今回はアクティビースポーツとのナビ O2 のうちの2試合目やっていきたいと思います。1試合目の方ね、同じ日の、ちょっと前の時間にね、動画が上がってますので、ぜひまだ見てない方はそちらから概要欄に貼っておきますので、そちらからチェックください。アタックの方に移ってしまうと、1試合目の結果をね、何回も言う形になってしまうので、まあ1戦目の結果をね、知りたくないよーって方はね、ぜひ1試合目から見ていただけると嬉しいです。今回はね、単発で見てもすごい面白いゲームにはなってるんでね、まあ最後までね、いいアタック続くんで、まあすごくいい展開取れたんでね、ぜひ最後まで見ていただけると思います。というわけで今回はこんな感じ。じゃあやっていきましょう。スタート。はい、というわけで早速やっていきましょう。さあ、これは1戦目と全く同じ配置を出して、全く同じような、あ、でもちょっと角度ずらしてきましたね。同じようなところを角度を変えて突撃艦投げ込んできました。さあ、突撃艦に対するトルネード窓は全く同じ位置にあるので、もう本当に全くそのまま出したようですね。さあ、2点差をひっくり返していきたいところなんですが、どうでしょうか。さあ、小爆弾出てきます。巨爆まで出てきたので、ここは終了と。まあ、シングルまでおられるとちょっとめんどくさいところでしたが、残ってくれましたね。さあ、援軍を釣って9時から。まあ、今回はね、まあ、前回はね、突撃艦とラバーを使って壊せた施設が対空砲のみというね、絶望的突尾図をかましてて、ね、まあ、どこぞのボンジュールさんをね、彷彿とさせるようなアタックをしてた人なんですけど、今回はしっかり修正を入れてきましたね。まあ、前回の動画の最後にも言ったんですけど、この日ね、1日に6試合やってめちゃめちゃ疲れたんですけど、まあ、だいぶ、新環境というか、新兵器だったり、新環境の攻めに関してはね、まあ、理解できるようになってきたと。さすがにね。まあ、1日に6回も試合やったら、さすがにまあ、わかりますよ。ああ、この辺、こう気をつけなきゃいけないなとか、まあ、だんだんなんとか、まあ、ケアの部分もね、良くなったりとか、まあ、最終的には疲れてしまったんですが、うん。さあ、ラバルパートスタートですね。ヒーロー生きてるうちにラバルパートを同時並行ですって進めていくような形を取ってくるようです。ラバは一瞬で死なん、パピ出た？パピもなかったような気がする。さあ、ラバは当分に巻き込まず、もったいない。絶対入れた方が良かったね、今の。さあ、3時から合流していくんですが、ストライカーが今バネで飛びつつ、どうですかね、これは。さすがにやばい。さあ、シングルインフレのが潰してくれる。なんだろう。赤爆強い？どうだ。さあ、ヘイスト1枚ある。さすがにきついな。まあ、さすがにこれは止まんないよね。どう？止まってくれたりする？無理だ。さすがに？ウィズ島が投石機になったりなってもいけないか。さすがにバルンがなんか地味に溶けてるけど、どうだ。お、ん、いやー、どうなの。頑張れ、アチャタは。さすがにこれはきついね。惜しい。守れそうでしたが、さすがに行かれましたね。さすがに。さあ、逆転するために、まあ、ちょっと1本目取られてしまいましたがね、2点差以上のリードは絶対必要なんでね。さあ、ジャンプ入ってますね。2枚入ってるんで、投下兵士じゃない、いや、突撃、あ、じゃない、なんだ、ウッドランチャーではなさそうですね。投下兵士かな。新兵器ならもう出してると思うので。まあ、久慈川を新兵器でぶっ壊すとかもありかなとは思うんですけど。まあ、キングが余っちゃうのと、まあ、シンプルに投下兵舎の物量を足してあげる方が、この場合は適してるかなというところで、そういう判断でしょうかね。アイゴレも2体入ってる。ネクロが入ってない形ですね。さあ、穴を拡張していきつつ、十字の方からやってきそうです。大砲までお得にカッティング、スタート。さあ、ゴーレムを縦に進ませていきつつ、逆サイド、アイゴレ、キング。ウィザード、ウォールブレイカー、テスラ、トカヘシャー。さあ、バルーンを追加していきつつ、ペッカとスーパーウィザードで走らせていくと。いいですね。さあ、トームもかけていったので、ゴーレム突っ走っていますが、かかってなかったみたいですね、トームは。
さあ中心レイジどうでしょうね。2枚目のジャンプボタンホールの方へ進めていきつつ、9時の区画はフィストで大暴れ中。さあ流れたアイゴレ、ペッカたち、ロイヤルチャンピオンも投石機に向けてかな、投げていきましたね。さあホグライダーと合流して進んでほしいところ。フリーズはまあシンプルなミスですね。さあレイジをかけていきつつ、ラストフリーズはどこに打つか問題が発生しますが、これはさすがにタウンかな。まだかけていかない。温存中。クイヒーの方が HP 保てているのと、ロイヤルチャンピオンたちが後から来るんでね、まあそこいい感じにやっていきたいんですけど、これまた上流れそうだな。2試合連続の星1なのか。さすがにフリーズあるからいける。クロク、あースケルトン強い。さあこれはフリーズ残しておいたので、なんとかロイヤルチャンピオンの方で取れましたかね。取れますね。さあアイゴレ弾け飛ぶも届かず、ギリギリですがしっかりと追っていって危ないですね。2試合連続星1というね、大先輩ムーブをかましかけましたが、きっちりさすがに今回は前回を取って、黒く残してのガーサス。さあ2点差のリードが必要なので、さすがにね守りたいところですが、さあ1回目はね前回を取られた配置なんですが、その戦術ではなく別の戦術で攻めてきましたね。クイヒーラバルに新兵器が、12時が新兵器飛ばしてますね。さあクイヒーは穴開けしたんですが、穴開けいらずに一マス区画に入りました。強いな兵器、ちょっと見切れてますが、12時側で新兵器が大暴れしております。気づきましたね。さあ対空砲にヒーラーが撃たれたのかな。さあウォールブレーカーで継ぎ目を開けていって、タウンまで誘導的なノリはあるんですが、あらちょっとしんどくない、そのクヒ。さあフリーズ、さあこれはストライカーにフリーズがかかってないので一発撃ったかな。ナイス、遅延効果が入りました。もう一度フリーズをかけていきつつ、さあエアスイがヒーラーを押し返してくるの地味にしんどいですね。この援軍処理をしながら、さあせっかくレイジに乗ってるのでね、パピーに攻撃が吸われてしまうのも結構痛手なんですよ。さあここでくるっと回りますが、広がりそうですね。6時広がりますよ。さあイーグル砲はヒーラーをドッカンドッカンと結構いい感じに打ち抜いてくれました。さあイーグルはクイーンに飛びかけましたが、新兵器に打ち抜かれる。うん、ナイスキング。さあ巨大爆弾とキングのセットで新兵器の躍動もここで終了。さあタウンホールにインビジレイジでなんとか、メロイヤルチャンピオン中心マルチへ誘導。これは強いですね。ただテスラがそこには生えてきた。クイーン潜れ。さあどうだこれは、ロイちゃん中心強いんですが呪文がもうないですね。さあクイーンはここ、なあでか、黒く漏れました、でかすぎ。さあロイヤルチャンピオンも呪文がないのでここは落ちていってヒーラーも全滅。さあラバル微妙な感じになっているが、ラバー、いやどうだこれ、うーんフィスト強、あフィスト使うんや、取っといた方が強そうだけどねそれ。さあウォールブレーカーもあるんですが、これはさすがに使いましたね。どうなんだこれは、バルーンがちょっと強そうだな、さすがにいかれそう。どうだ、さあ火爆そらすけ祭りでなんとか乗り越えられないですね。戦術を変えてももう一度取られてしまうと痛いっすね。さあ2人目、2点差以上のリードを取りたいので防衛が必要になってくるわけなんですが、2回連続で取られてるのはちょっと痛いですね。さあ今回はクイヒーディガホグというところで、兵器は10日閉鎖型でやっていくようですね。すごい画面見切れてるんだけど、12時側にちょびっとだけクイーン映ってますね。カメラ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 、あこれあれだ、多分トイレ行こうと思って画面固定したらめっちゃ上からのクイヒーだったから、映んないやないかーいってなったんだきっとこれ多分ね、画面セットだけしてトイレ行ってますね多分。さあスニークゴブリンを出して、これはまあトルネとかがあったら回収できるような、トルネ会場用、奥のトルネ会場用のスニーゴブになりますね。
手前にやったらちょっとクイーンも巻き込まれちゃうんだけど、バルーンじゃ解除できないんでスニークゴブリンで解除するっていうのがね、たまにやられる方いますが、トップ層の方ではすごい小技ですよこれは。タウンの裏にあるトルネードを解除するようなスニークゴブリン。さあこれはしっかりとポイズンをパピーで、一応ポイズン2枚持ってきてますね今回。2枚持ってきてるので、このシングルに対応できる呪文がフリーズ1枚しかないのは痛いですね。スタッフ、いい感じにヒーラーにホーミングが2枚当たってしまう。これは対策ができてますね。さあ、ロイヤルチャンピオンが、あ、これは赤爆不穏だな、それ。1個出た。あ、2個目は出てこないなら、まあまあまあか。あ、黒またヒルク。さあ、オールブレイカーで虹、あ、不穏だな、やっぱ。フリーズがないので、ここはクイーン落ちますね。ちょっとこれはタウンクイヒー対策がされていたと言うべきでしょうか。ホーミング3つと赤爆2つが当たりつつ、まあ、最終的にはトルネードまで出てきて。さ、クイーンの HP を保つことはできなかったんですが、まだすごい量のティーガホグがいますね。しかも今回、同化弊社型なので、外周部もペッカウィザードが一緒に働いてくれています。さ、なぜかここまでトームが残っている。ツンヨ。ここで最強のトームがここで発動、ここで発動。さあしっかりボムターのダメージもやりつつスケルトン出るんですが、ここにはもうポイズンが2枚目登場ですね。なんであるんだという、強、まあ、すごいな、とんでもない量残ってますね。強、物量えぐ。まあ、これはね、投下兵士の強み出てますね。まあ、新兵器が出たからといって、投下兵士は弱くないぞと。さあ、3人目。そろそろ防衛ができないと、ちょっと辛い展開になりますが、あら、僕のアドバイス聞こえたんでしょうか。一本目のアタックで、ドラゴンで取れなかったとこを、スーパードラゴンに変えて登場ですか。あ、でもこれ手前にあった、あれ変えてますね。さあ、ウィザードの塔から、ダークエリクサータンクに切り替わっております。スニゴブの数が増えるようになってますね。ぶっちゃけね、これスーパードラゴンにしたところで取れる、おい、取れない気するけどね。こういうのってライドラだときついのかな、知らんけど。手届かないとこがきついんだろうな、単体施設残って。さあスーパードラゴンでサイドカットをしていきつつ、おお、一点出し、男の一点出しですね。ボマーまでに添えつつ、さっきそれでそれてるんですけど、さあキングはしっかり修正してきましたね。さあここでトームをかけていって、まあ、若干トームが漏れてるやつがいるんですが、まあ、トームが漏れるとね、1対40枠なんで痛いですよ、損失が。さあ中心進んだんですけど、対空砲内側の配置って結構ドラ系渋いですよね。対空砲の攻撃めちゃめちゃ強いんで、ドラゴンに対してね、うわー、いいバナだ。さあ安い対空のセットで押し返すことがな、中心部結構押せてますね。さあ十字側にヒーローの影響でか、まあ、結構ユニットそれたんで、どうだろう、真ん中マルチは潰されてしまいました。ただこれ、うん、対空砲やっぱ強いわ。中心対空はドラ系にめっぽう強いんでね。さあここはおそらく同じ人が攻めてきてると思うんで、修正は一応ドラゴンの時は段違いに伸びてますね。スーパードラゴンの方が圧倒的に伸びている。こう見るとやっぱドラゴンよりスーパードラゴンの方が強えんだなって思うわ。うん、クローク打っていきますが、ここで全てのスーパードラゴンが落ちたので、なんとか防衛できそうですね。さあ危ないな、これギリギリですね。結構伸びましたね。ちょっと1本目のリプレイ見てない方ちょっと見返してほしいんですけど、最初ねドラゴンでね、同じ面取り同じスニゴブでやってるんですけど、伸びが全然違いますね。92。
まあ、なんとか防衛できたんで熱いですね。さあ3人目、ホッサンは、まあ、新兵器を入れた形のコウモリとスケルトンが入って、ああ、あれか、中心ですね、スケインブだ、スケインブですね、ポイズンが入ってますね。さあ迫撃を潰しつつバーバリアンでテスラチェック、新兵器登場と。さあスケルトンインビジブルでクランジョ、まあ、真ん中マルチなのかな、コウモリも入ってるんですけど、さあ来ました。まずは、真ん中マルチとクランジョをこのスケルトンインビジブルで潰していきたいんですが、これはクランジョが隠れてしまう。さあフォローで隠していきましたが、これは絶望的だ。綺麗に失敗しましたね。これがね、まあ、ガクさんが味方にやってほしくない戦術ナンバーワンというこのスケルトンインビジブル。結構ホッサンミスるんで、ホッサンですら結構ミスってるんで、本当にやってほしくないって言われる要因がわかりますね。この編成ね、まあ、プランニング組むのは簡単ですからね。スケルトンで、スケインブで、とりあえずクラウン城と、隣接してる、壊してって。プランニング自体はすごい簡単なんですけど、やってみるとかなり難しいですからね。タウンホールも起動してないんですが、スケルトンで起動しに行きましたね。まあ、クエイクがなかったので、起動はできず、さあ、ここでレッドゲージなんですが、間に合いますか？やばいぞ。フリーズでパピーを潰して、ベビドラでこの間に処理したいんですけど、どうだ？クロスのタゲが効いて、しかもなんかパピーが、炎上でなんとか、まあ、出てきた奴らで潰せそうかな。さあ、さあ、そしょってトーム。これ真ん中まれてきついな。さあ、穴消して、これはアイゴレでタゲ取って、コウモリスタート。真ん中マルチクソきついな。呪文ないですね。さあ、イーグル4は一応ドラゴンライダーで受けることができている。さあ、バルーンでタゲ取りつつ、ドラゴンライダーでウィザードの塔を取っていきますが、これは真ん中マルチにコウモリが打ち抜かれてしまう。かなりきついですね。さあ、ドラゴンライダーが真ん中寄ってきてくれましたが、これは伸びず。さあ2点差勝利が欲しいので、まあ、これで一旦この試合の同点になりますね。ってなると2防衛からの2全開以外は勝てないかな。まあ星1がなければの話ですけど。さあパーセントも抑えられて 78% と。さあクイヒードラゴンライダー前回を取られたらもうおしまいですね。ほぼ。うわ、ヤンキー。さあ、ショテとつぶん投げてきました。そして、ウォールブレーカーを12時区画投げ込みつつ、クイーンスタート。まあ、ジャンプも1枚というところで。さあ、バルーンで迫撃カットかな。サンジ側のハケ表をカットしつつ、クイーンの方にレイジをかけて12時区画を進めていきます。オールブレイカーもう1枚で。どういうプランなんだろう、これ。ちょっと見えないですね。ウィザード来ました。さあ、ベビドラ来ました。ほう。まあ、ジャンプがあるんで、真ん中ジャンプは間違いないと思うんですけど。さあ、ロイヤルチャンピオン。キングはそうなるとイーグルかな？そうですね。オールブレーカー1枚でイーグル区画につなげつつって形だと思うんですけど。
キング出すの遅かった。ロイちゃん出すの早いのとキング出すの遅かったんで、タギがめちゃくちゃですね。さあ、援軍はロイヤルチャンピオンからクイーンの方に巻き戻っていきつつ、さあ、ウォールブレイカー出さないんだ、次目。キング自力で殴るような展開になったので、結構解けるんじゃないそれ。ああ、ナイスケボク。さあ、トームかけますが、キングには届かず。さあ、クイーンの方はクローク吐かせつつ、これはレイジに乗ってるんですけど、スケルトン。いや、どうだこれ。守ってくれないときついぞ。今、同点だよね。77だから。2点差をつけるためには2防衛が必要。さあ、これはシングルインフェルノが、まずはクイーン落としたい。ナイス。フリーズなんだけど。絶望やん、そんな。さあ、ここでフリーズをかけられてしまう。おぉ。対空？対空、対空？さあ、対空砲が仕事するのがさ、ホーミングがちょこちょこ出始めつつ、テスラがいい感じにやってくれてますね。さあ、どうだ？いやー、ギリギリ残っていって、ただ上に流れたガーグルは全部アーチャータイが回収してくれる。HP 結構低いんですけど、どうだ？テスラが？テスラがドラゴンライダーを打ち抜けない。ホーミングでようやく死にますが、ここからアーチャータワーとの勝負。残り時間6秒。5、4、3、2。ギリギリ時間切れですね、これは。間に合わずというところ。おー、最後トルネードまで見えかけたところで99防衛。さあ、ギリギリですが、首の皮1枚繋がりましたね。2点差の勝利が必要なんですが、なんとか防衛ができました。なので、ここからは、僕とクラスで前回を取ってラスト防衛するような形になりますかね。さあ、ゴーレムの盾にキングを投じよう。ここはウォールブレーカーで繋いで投石機の方へ誘導していきつつ、さあ、クイーンまで誘導していく形になりますね。いや、このスーサイドはマジでわかる。マジでわかる。やるか悩んだレベルで悩みました、ね。僕もま、多分サンジロイちゃんだと思うんだけど、同じプラン組んだんだけど、そうなるとね、タウンホール終点になるのか、タウン視点から始めるかで、いや、ちょっと視点からだと渋いなぁ、逆だと怖えなぁってことでやめたんですけど、これは裏から行きそうですね、クラスは。さあ、イエティで、AT と大砲のタゲを取りつつ、これは大砲までイエティで潰せるか、これ潰せたら熱い。うわぁ、うまい。そして真ん中クエス、クエイク。さあ、スケルトンでタゲ取って、ロイちゃんがまだ延命されてますね、うまい。いいテスラが置かれていたので、ウッドランチャー自体は止まりましたが、これはイエティのあれで、真ん中マルチまで折れるか、ワンチャン。どうだ？さあ、エアスイが壊れたので、真ん中マルチに吸い寄せられていくミニエティたち、誘導できましたね。さあ、ロイヤルチャンピオンまだ伸びている、虹側。さあ、3時から回収を展開しつつ、クイーンがまだギリ生きてますね。さあ、ラバルはやはり逆サイドからの展開。これがちょっと嫌だったんでね、僕はやめましたが。さあ、どうだ？投石のタゲがきっちり取れている。ああ、オーデンゾーまで折れた。強くいい。ああ、なるほどね。そうか、スケルトンがあるからね。なるほどね。そう、ロイちゃんの処理と投石の処理をさ、トームなしでやらなきゃいけないから、逆から回した場合って、それが難しいなと思ったんですけど、スケルトンからのストライカーでしっかり綺麗に処理をしてくれつつ、ラストレイジ。ダウン終点巻き込んでいって、さあ、裏からヘイストバルーンで終了ですかね。どうでしょう。さあ、時間は結構1分ぐらいあるので間に合いそうですが、そうですね。ヘイストバルーン。もう1体追加していいんじゃないのこれ普通に。なんでだろう。まあ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 。壊しきっていって、まあ足りるからという判断ですかね。まあ、回収はそしたらエリックスタータンクに出せるようなエリポンあたり、真ん中ぐらいからかな。出さないですね。出ました。いやー、ナイスナイス。まあ、ちょっと怖いアタックでしたが、さすがクラスですね。まあ、クラスでバルン2体、ウォーデン死んで、こんな感じなんちょっと僕はやめといてよかったかもしれない。ガーサス。さあ、カイロス。頼むぞ、カイロス。さあ、ラストアタックは、自分の配置への防衛と自分のアタックで決まりそうですね。さあ、シングルインフェルノへの天才ラバル。なるほど。さあ、クワガタポケモンですね。単数サイドですね。真ん中折りつつ単数サイド。そして、クジの大砲をバルーンで切りつつ、ガーゴイル展開ですが、それは届くんじゃない？
届きますね。アーチャーに切り替えてますね。さあ、クイーンがターンを打ち抜きつつ、うん、いい角度で入れてきましたね。うん。さあ、投石区画へ、キングとロイちゃんまで出してくるかな。うわー、クイーン伸びるな。早く落ちろ。早く落ちろ。やばい。早く落ちろ。ナイス。ナイス。さあ、キングロイちゃんで、クジ区画入れつつ、援軍を処理していくと、ポイズン2枚。あ、まあ、初手。まあ、初手の1枚は、まあ、しょうがない。さあ、ただこれ結構どうだ、微妙な感じで当たりそう。さあ、ボーマン入りつつ、ラバ処理。さあ、イーグル飛ぶ。これは割れても、ワンチャンそのポイズンやったくさい。どうだ、いいぞ。さあ、これパピーとソラスケルトン、ポイズン外れたんで、これ無双しますよ。さあ、ストライカーまで添えていって、トーム強いな。うわ、トームかけられちゃいましたね。ただ、これキングが盾になってるので、クイーン処理できないですね。さあ、レイジで爆速ストライカーかまして、ここでフリーズかけていきますが、裏から対地クロスが刺さっていきつつ、パピーがまだ仕事しますね。あ、強い。イーグルとボーデンゾーが残った。パピー強すぎ。さあ、数の暴力で押されそうなんですが、クイーンがこれは保っている。防衛クイーンがこれは、あ、ボーデンまで処理してくれて、どうだ、打ち抜け、うん、いいぞ。さあ、フォーミング出てきますが、これクイーン強すぎ。バカ強いクイーン。そして防衛パピーもこれは機能してますね。さあ、赤爆ヒットでなんとかこれは、クイーンとパピーが大無双ゲーミング。うお。いや、これ、パピーポイズンでやられてたら取られてましたね、きっと。ポイズン1枚で世界変わりましたね。90まで伸びて。でかすぎ。というわけで、これ全開取れば大逆転でございます。初戦でね、星1が登場し2点差までつけられた展開だったんですけど、勝てるところまで持ってこれましたね。というわけで、ラストアタック、全開を取れば勝ち、それ以外なら負けというシーンですね。クイヒドラゴンライダーに新兵器を混ぜていきました。さあ、9時からスタート。テスラチェックバーバリアンからの迫撃潰しバルーンがゴリされました。追加で出しました、はい。まあ、どちらしろあそこはガゴ投げるつもりの予定だったので、下側を削っていくっていう意味でね。あそこね、なんか対空施設気づい届いてないんですよ。8時施設、あの今ガゴが置いてある迫撃砲のとこ、ラッキーと思ってね。さあ、これはね、いつかの動画でも言ったと思うんですけど、フォーミングチェック用のバルーンとヒーラーの角度かぶっちゃうとね、ヒーラーにスプラッシュダメージが入っちゃうので、フォーミングチェックとヒーラーの角度は一緒になっちゃうようなところはバルーンが落ちてからヒーラー出します。はい、そうすることでスプラッシュダメージヒーラーに入りません。さあ、ここはちょっと援軍細かそうなのと、ロイヤルチャンピオンかぶると感じたので、まずはポイズン採用ですね。さあ、しっかりフリーズもかけて援軍処理を行っていきつつ、ここリクスケルトンが出たの見えてますかね。クジがここリクス系が出たのを見て一気にフリーズ、ちょっとクイーンの方もね、 HP ギリギリだったんですけど、ギリギリでレイジとフリーズ持ち替えてクジの方間に合いました。さあ、これでマルチインフェルノのところまで兵器でぶっ潰しつつ、これはウォールブレイカーがクランジョンにくっついていったので、もう価値確クイヒールート出来上がりでございます。さあ、一応バルーンを投げて、これはロイヤルチャンピオンがしっかりマルチインフェルノに届くかどうかの判断ですね。バルーンとロイヤルチャンピオンはね、防衛施設をたげるので、一度バルーンでしっかりマルチに刺さるかどうかをチェックした後に出していくと。で、キング巻き込みつつ、これね、ロイヤルチャンピオンにインビジブル打ててた、打ったんだけど、ちょっとね、反応しなかったんで、もう じゃあいいやと思って、捨てに切り替えました。はい。さあ、ストライカーも添えていきつつ、クイーンの方にはインビジブルをかけていって、ドラゴンライダーぶっ刺さって、さあ、ラスト、クイーンの方にレイジを打って、黒くも残せていつつ、ここでトームが余っていると。一応、ストライカー延命のトームを打ちました。あんまり意味ないけど。さあ、あとは回収していくだけですね。残り50秒と。まあ、これはね、かなりいいクイヒールートを作れたんですけど、まあ、それを作ってくれたのはクジ側の新兵器のルート強制というか。
まあ、突入80以上の仕事をね、サイドカットでしてくれつつ、ボールブレーカーもね、穴開けてくれてるんで、なんだろう。9時の外周部まで施設を壊しつつ壁も壊れてるので、ウォールブレーカーがよりね、グランジュの方に誘導しやすいというところで、勝ちです。はい、というわけでね、前回とまとめて見ていただくと、一番上の2個がね、前回の試合とのあれになってるんですけど、まあなんとか今回はパーセント負けてるんですけど、前回の方でパーセントのリードが取れているので、2戦合計での勝利になりますね。すごいな。14点取ってね、パーセント負けんのか。ということで、まあ25対25ですね。25対25なんですけど、パーセントがトータルで勝っているので、勝ったのはクイーンウォーカーズと。危なかったですね。はい、というわけで今回はクイーンウォーカーズ VS アクティブ e スポーツ BO2 の2戦目の方をやってきました。まあなんとかね、14対12で大逆転ができたわけなんですけど、その辺はちょっと防衛の方でも救われましたね。まあなかなか厳しい展開を作られてしまって、まあ厳しい展開を作ったのは僕らのせいなんですけど、まあ厳しい展開を作られてしまって。まあ新兵器、新ユニットが出てから新環境でやる、まあ一発目の試合だったというところで、まあこういうもんなのかどういう感じなのかっていうところは割と手探りなところはあったんですけど、まあ僕とガクはね、ライブの方でね、まあゴブリゴの方3回かな、試合ができたので、割とあの経験本当でかかったので、参加してくださった方、見てくださった視聴者の方々ありがとうございましたって感じです。まああの経験があったので、割と今日の一発目だったんですけど、新兵器。割となんだろう、ブランディングの立て方も割となんだ、スムーズだったし、なんか見てるのとやるのだとね、やっぱさすがにね、一発目か四発目かじゃ結構変わっちゃうので、あそこでの経験は本当にでかかったですね。マジで助かりました。そこに出てた2人が星6っていうところなので、非常にあそこの成果は大きかったんじゃないかなというところで。さあ、この日ね、なんとね、1日6試合入れまして、この後4試合やってったわけなんですけど、マジで疲れたよ、最後の方。死にそうだったもん。6時間ぶっ続けでしたからね。まあ、5カップという大会がね、ここから4試合連続で勝ち上がったので続いたわけなんですけど、そういう感じで続いていって、まあ、新環境での対戦がね、この後もいくつか見れることになっているので、そちらの方も合わせてね、動画期待して待っていただければと思います。はい。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。おさ